皆様こんにちは、解説&おふざけ担当、キネイマルでございます。ツッコミ担当、マリサだぜ。補足&おふざけ担当その2、霊夢だよ。挨拶変わったな。ちょっとこのチャンネルっぽい挨拶を模索中です。しばらくの間いろいろ試すかもです。結局シンプルな元のやつに戻りそうだけどな。で、今回は何作るんだ？トマトリゾットを作っていこうと思います。しかも本格的なやつです。何が違うんだ？生米から炒めてスープで炊きます。雑炊みたいに冷やご飯ととろけるチーズを使うわけじゃないってことね。あれはあれで見て美味しいし、大好きですけどね。本格的なのってなんか難しそうだな。実はそうでもないんですよ。コンソメと粉チーズ、生米があれば最低限作れます。ほへー、とろけるチーズじゃダメなん？ぶっちゃけ個人的には何でもいいと思うんですけど、なんかオシャレで良くないですか？確かにオリーブオイルと並んで料理できる人感を演出できるな。運転すぎない。それでは作っていきましょう。コーナーでさをつけろ。リゾット。無理やりで笑った。いろんなところに怒られそうなのやめて。はじめにトマトスープを作りますか。リゾットの作り方はいろいろありますが、このスープ部分を変えるだけで味変できます。で、今回はトマト缶とコンソメを使ったスープというわけか。これ味噌汁でやったら面白そうだな。やったことないですけどいいですね。ただ沸騰させるんで風味飛びそうですけど。また今度実験したいな。トマト缶は全部使わず、今回は 150g くらいですね。これ何人前想定？2から3人前ですかね。明日の朝ごはんにもなるんで、ではトマトを入れ、開けるの下手か。気を取り直して、そりゃそんな入れ方したらそうなるやろ。カメラが近くて入れづらいという言い訳をしておきます。さ、再度気を取り直して、個体差はありますけどトマト2つと汁でいい感じのようになります。ちなみに残りのトマト缶は後日トマトソースにして保管してます。で、水 600ml と。コンソメキューブ2個で味付けは完了です。トマトはフォークなどで潰しとく感じで、あと残りのトマト缶はすぐ保存容器に入れような。おいおいそんな当たり前なことをわざわざ。もしかして床にぶちまけた？お願いですから皆まで言わないでください。では弱火にかけてスープの方は準備 OK です。その間に具材を切っていきましょうか。必須なのはさっき言った通り玉ねぎだけ？まあそうなんですけどレシピによってはないやつもありますね。使う場合でも4分の1個くらいの量をめちゃくちゃ細かく刻む感じですかね。そう考えると半分は多いな。そうなんですけど、味の邪魔になるわけではないですし、野菜は入れられるだけ入れた方がサラダ作らなくて楽じゃないですか？なるほどな。しかもご飯炊かなくても作れるしな。一人暮らしあるあるか私がだらしないかはわかりませんが、炊飯じゃ洗ってなくてご飯炊くのすら面倒な時ありません。そんな時でも最低調理器具さえ準備できてれば大丈夫と。しかも20分くらい煮込むでその間溜まった洗い物を一気に片付けられます。そう考えると案外一人暮らし向きなのな。しかもリゾットを生米から作ってるって自慢できます。これで君も学校で人気者か。いやあれはわからないけどね。てかテロップやめろ。あそこ勝手なんだよ。玉ねぎが切れたらニンニクとオリーブオイルで炒めます。飴色になるまで？私はシャキシャキが好きなのでそこまではしないですね。てかニンニクは今回切らないのな。いただき物でして使ってみると案外いいですね。これチューブよりおすすめです。で、炒めてる間に他の具材を切りまして、大きさはお好みで、私は細かくしてます。具材は何でもいいのか？まあ合わないの探す方が難しいんじゃないですか。コンソメパイセンさすがっす。玉ねぎがいい感じになったらいよいよ生米投入です。お米は洗っちゃダメなのか？これはそもそも無洗米なんですけど、普通のお米でも洗わない方がいいですね。水を吸う分、スープが吸えなくなっちゃうからな。そうなんですよ。米の吸収力舐めない方がいいです。なるほどな。余談なんですけど、本当に美味しくご飯炊きたかったら研ぐ段階から良い水使った方がいいみたいですね。研ぐ時からミネラルウォーターとか使うってことか。まあ中の人がそんな贅沢なことできるはずもなく。うんこの貧乏症。ここぞの時は試してみてね。やったことないので保証はしませんわ。せめて試してからおすすめして。お米が透明になったくらいで白ワイン投入します。ちなみに撮影予定日に白ワイン買い忘れて延期になりました。最近そういう失敗多くないか。そう思ってまとめました。これはひどい。さすがに辛いですね。ただでさえ投稿頻度遅いのに。気をつけます。さて、水分がある程度飛んだらいよいよスープを加えていきます。全部入れずに米全体に浸るくらいで、そしたら具材を入れて、フローレルを1枚、ここから18分、強めの火で煮込みます。えらく刻むな。私が見てるレシピだけかと思ったんですが割と18分指定のレシピにかけますね。もちろん火加減にもよるけどな。あと好みの硬さもあるし。まあせっかく生米から作るならアルデンテでいただきたいですよね。雑炊みたいな作り方じゃできないもんな。そういや残りのスープはどうするん？しばらくすると水分がなくなるんでそうしたらこうやって継ぎ足す感じですね。18分経ったらスープ加えるの止めますが経験上使い切れます。じゃあとりあえず煮込み終わるまでカットだな。言いたいところなんですが、その前にこの洗い物をですね。そこまで解説した通りにしなくていいよ。他に出られないなら映すな。では18分経ったので仕上げといきましょうか。保温する目的で弱火にしまして、黒胡椒を適量。そしてハーブ。何入れてんの？パセリ、オレガノ、バジルですね。いつものだな。で、リゾットにこれを入れ忘れると。むなしい。ストップストップ。
今回唐突すぎるしネタが雑いわ。そんな毎回うまいこと思いつくわけがないじゃないですか。なしな女。そんなネタで新規の方が来てくれると思ってるの？来ない。それは忙しい人のためのやつ。懐かしすぎわロタ。知らない方はググってくださいね。それで、混ぜたら、完成です。おしゃれだな。煮込み加減もちょうど良さそう。では、いただきます。ちなみに本場はフォークで食べるらしいですが食べづらいのでスプーンで。うまし。スープがしっかり染み込んでるのにご飯が固めで美味しいなこれ。一手間かけた甲斐があったな。そういや中の人の名前登録者500人いったら決めるんですよ。むしろ決めてなかったのか。後先考えずに始めちゃいましたからね。今はキメイマルさんって呼ばれてます。重くないかその名前。だから決めるんですよ。詳細はツイッターでフォローもぜひ。流れるような宣伝。一応次の動画で名前はお知らせはします。あんまり呼ばれる機会ないかもですが今後ともよろしくだぜ。ではごちそうさまでした。また次回の動画で。ご視聴ありがとうございました。